巨人5から10阪神、20日、東京ドーム。阪神は、昨季開幕3連敗を喫した、鬼門、東京ドームでの伝統の一戦で11安打10得点と、大勝した。7年ぶりの8連勝となり、貯金は、今季最多の12に増えた。初回から、マルテの4号ソロで幸先よく先制する。先制すれば、試合前まで15連勝中とあって、球場の虎等は一気に、ボルテージが上がった。さらに、2回は、ティンホンが敵地だ。3回はマルテが、来日初の2打席連発となる5号にラン。大仙が、チーム今季初の2者連続となる2号ソロで突き放した。ただ、先発、西勇が3回に3失点。5回にも1点を失い、今季20試合目で、チームとして初めて先発投手が4失点した。それでも勢いは止まらない。1点差となり、嫌な雰囲気が漂う中、6回にサンズが6号ソロ。さらに、7回は西満塁で、虎の得点圏男、梅野が2点的自打を放ち、巨人を突き放した。9回には、タイさんがこの日、2本目となる、とどめの3号にランを放ち、巨人を1勝鎮させた。阪神の1試合5発は2019年5月15日の巨人戦以来となった。中継ぎ陣は2番手、岩手が6回を三者凡退で2奪三振。7回を任された小林は先頭に2塁打こそ浴びたが、後続をきっちりと片付けた。4番手、岩崎も無失点投球。最後は、今季初登板のエドワーズが1点を失ったものの、締めくくった。これで先制した試合は16連勝となり、8連勝は、和田監督時代の14年以来、7年ぶり。シーズン20試合目での16勝は2、リーグ分立5球団初めて。これまでの最多は8年15勝、5敗だった。記録ずくめの勝利となった。